はい、皆さんね、こんにちは。今どこにいるかというと長野県にいます。長野県長野市から松本市に向かっているところです。今日は8月の9日ですね。8月の9日ということで、広島に続いて長崎に原爆が投下された日ということで、11時2分ですね、原爆の投下時間。それに合わせて、黙祷をね、捧げさせていただきました。数多くの方々がアメリカによる原子爆弾投下によって亡くなりね、多くの人々が犠牲になったわけだけど、私自身、まあ、国内もそうだし海外も含めてね、長崎県は3回行ってるんですけど、いいね、広島も、そういったところを見ると、まあ、戦争の悲惨さっていうのをね、実感するところですし、やはり平和が一番だなっていうのね、思うところです。で、今、松本市に向かってるところなんだけど、長野県ということ長野県に関してかなり大きな県ですね。で、長野市が標高370メーターぐらい、そんなに高くないのでそんなに、まあ、涼しくないですね。結構暑いです。でも、まあ、海抜地帯では涼しいかな。で、昨日はその長野に住まれている、SNS、Facebook などで交流している方ね、この YouTube 番組を見ていただいている方でもあるんだけど、その方と会食していろいろ連れてってご一緒になりましたけど、いろいろと連れてってもらって、戸隠神社ですね。今回2回目の長野市だったんだけど、戸隠の方行ってなかったんですね。なので戸隠とか、あとは白馬の方行ったりして、って感じです。で、結構やっぱ上に行くとね、標高高いとやっぱ涼しいなって感じがしますね。でこれから来る松本市も、長野よりまあ標高高いんで少し涼しいかなって感じがするんだけど、そこから安曇野なんかもちょっと行くんで、まあ、そうすると涼しさをね、夏の新春をちょっと満喫したいと思ってます。で、今回ちょっとお題でも入れさせていただいたんだけど、ベトナム国籍の男ということで公開被害、これ大阪でね、事件がありました。警察官の頭部を、ドライバーで、ようなもので刺しということで負傷させるなどした疑いということで、男は現場から逃走ということです。8月3日、大阪市平野区で警察官が頭を刺されて怪我をした事件で、ということで、警察はベトナム人の男を公開手配したということです。殺人未遂などの疑いで公開手配されたのは、住居職業不詳でベトナム国籍のグエン・スワン・バン容疑者24歳というです、ね、グエンさんって、まあ、私自身、まあ、ベトナムにも駐在してたので、グエンさんにいっぱいいましたけどね。で、警察によるとグエン容疑者は8月3日午後大阪市平野区の路上で大阪府警の男性巡査長32歳が、職務質問しようとしたところを逃走して巡査長と揉み合いになったということです。でドライバーのようなもので、頭を刺して、逃走したなどの疑いが持たれているということで、巡査長は病院に搬送されましたが全治10日間の軽傷ということです。警察は現場から逃走した男の行方を追っていましたが、現場付近で、ね、容疑者のものとみられるスマートフォンが見つかり行方を捜査しているということです。現容疑者は身長約170センチ、細身で両腕に入れ墨があり、髪は黒色の短髪ということで、警察は情報提供を呼びかけているということで、大阪の伏せの、ね、府警の伏せの警察署捜査第一課捜査本部にもしね目撃した人いたら、ちょっと電話していただきたいなと思うところです。ベトナム人による犯罪ということで数を誇ってる、これは前々から伝えさせていただいていることなんですけど、技能実習生などで入ってきて日本で悪さをする、途中でね逃げたりしてそこから不法滞在して地下に潜って犯罪を犯してね、日本人に迷惑かけてるってあるわけだけど、よくベトナム人同士のよく、ね、喧嘩でね、あったり刺したりとかねあったりするし、毎日のように起こってるんですね。これは例えば、万引きとかの窃盗ですね。窃盗で盗んでその盗品を地下で売ったりとかメルカリとかネットで出して売ったりするのもあるし、そういった窃盗系の犯罪は非常に多いです。だから毎日のように起こってるのが実情です。で、さらには、その万引きだけじゃなくて例えば農作物を取ったりとかね、勝手に無人販売所のところで勝手に取ってお金も払わずに、ね、盗んでいったり窃盗する、あと家畜を盗んだりとか、あとはリンゴとかシャインマスカットとか、まあ、いろんなものを盗んだりして、というね悪いことをしているベトナム人非
常に多いんですね。私自身がまあベトナムに駐在していて、今でも付き合いがあるベトナム人は非常にいい子たちなんですね。だからいいベトナム人と悪いベトナム人の比率は非常にもう差があって、悪いベトナム人の比率って私自身はベトナム駐在して多くのベトナム見てきたので分かるんだけど、結構多いですね。比率的には非常に多い。日本では犯罪発生率世界的に低いですよね。でその日本において犯罪発生率低い日本において、全量の人は比率は非常に高い世界的に見て、これ私自身が、まあ、世界の半分ぐらいって思ったんですけど、ベトナムはどうかって言ったら、この4月も、ね、再婚した時に、ね、お見せしたんで、結構悪いやから結構話しかけてくるお金を目当てね、そういったやっぱ悪いベトナム人結構いるのも実情で、本来であれば私もね、まあ、ベトナム駐在して友達もいるからあまり悪いこと言いたくないんだけど、やっぱりこういったところでは忖度せずにね、しっかりとやっぱり言わないといけないかなと思うんです。これは日本の平和秩序を乱す行為ですから、犯罪者ですからね、犯罪行為ですから、やっぱりしっかり言っていかないといけないかなと思うところです。で、今回こういったベトナムということで、日露茶飯事ですね、戦後に関しては朝鮮半島出身者が日本で暴れてね、日本人に暴行したりとかね、あとは交番襲撃とか強姦とか、まあ、いろんな犯罪ね、窃盗を含めていろいろやって毎日残ってたんだけど、今現在は結構ベトナム人がね、それに変わるような形で、一時中国人の犯罪も多かったんだけど、ベトナム人の犯罪が非常に多い、こういったところは私は国としてしっかりとやっぱりね、対策していかないといけないかなって感じがします。今までは結局そこまで警察にっていうのはなかったんだけど、今回このような形で警察をね、やって、これは殺人未遂ですよね。結局この職務質問をしたということで、こう武器でこうやって攻撃してくるわけだからね。だからそういったところに関しては、警察も本腰入れてくると思うし、行政機関がしっかりとやっぱり不法滞在なわけですから、これを、しっかりとね、もうこれ以上やっぱりベトナムからの実習生は控えていくべきだと思うし、そして今地下に潜っている不法滞在者は数多くいるから、そういったところを検挙していく、懸賞金ね、与えてのやっていくべきじゃないかなっていうのを思うところですね。このような形でベトナム人の犯罪が毎日起こってますけど、善良な国のね、人で善良な人だったらいいんだけど、こういったところの見極めって私は重要だと思うし、この平和の国日本の、秩序を、平和と秩序を乱すような行為はね、やっぱり許しちゃいけないかなって、ね、思うところです。ということで、この早期にこの容疑者が見つかることを願ってますし、これ氷山の一角ですね、不法滞在して犯罪を犯しているベトナム人数多くいるので、これを摘発して検挙して強制送還する、それが、重要じゃないかなと